ウォード。何をするつもり？ご愁傷様というべきかも。自分で殺しておいて。よくそんなことを言えるな。俺が殺したという証拠はどこに？この場所にはお前と東堂しかいなかったじゃないか。それでお前以外の誰が東堂を殺したって言うんだ。俺はあの男に指一本触れているな。君も見ていたじゃないか。俺はこの場所から一歩も動いていない。あの男は自分の足で飛び降りた。違う、お前が東堂を操ったんだ。もしそうだとしたら、
それを証明できる。証明？警察にでも訴えると、俺があいつに触れもせず殺したってな。でも誰がそれを信じる。あいつは自殺だ。どこからどう見ても、理由はいくらでも捏造できる。依頼人はさぞかし奴の死を悲しみ痛むことだ。恨むなら俺じゃなくて、あいつを殺せと依頼した奴を恨む。俺はただ依頼された仕事を遂行しただけのこと。依頼人って誰なんだ。本来依頼人については明かさないことになってるが、メイドの土産にとりあえずあいつの身内だということだけは教えてやろう。身内？さて、無駄話はここまでだ。お前もあいつの後を追え。逃げないな。お前の力は俺には効かないんだろ。らしいな。だが力を使わずともお前一人の命くらいどうにでもなる。殺すのは簡単だ。だがそれでは面白くない。最後にお前が生き残るチャンスを。チャンス？そう、選択をさせてやる。お前、俺の仲間にならないか。そうすればお前は死ななくて済む。何を言って。よく考えて返事をした方がいい。お前の返答次第、君のお仲間もそいつと同じ運命をたどるかもしれない。さて、どうするかお前が選ぶ。断る。なぜだ。なぜ。当たり前だ。仲間をさらって殺すような男の仲間になるわけがないじゃないか。
命を落とすことになってもいいのか。殺し屋の仲間になるぐらいなら自分で命を絶った方がマシだ。自ら命を絶つのか。手間がかからなくていい。そこから君の友人のように飛び降りる。ちゃんと俺がお前が死ぬのを見届けてやる。そう、飛び降りろ。それとも、そんな根性はないか。グレイ、手助けしてやる。消えろ。これで後がなくなった。そこからなら痛みもなくしない。運が良ければ大抵であの男に会えるだろう。かもしれないな。いずれにせよあの世で再会できるだろう。エンドだ。